どうもこんにちは、セナです。まだタイトルも出ないな。というわけで今回はゼノブレイド2というゲームを実況していきたいと思ってるんですが、この前作にあたるゼノブレイド、前作と厳密に言っていいのかな、去年2020年にやらせてもらったんですけど、間違いなくその年やったゲームで一番良かった、最高だった。あのゲームは今思い返してみても、ああ最高。もしかしたら1のキャラクターと2のキャラクターが開口みたいなこともわからないですけど、というわけで早速ニューゲームでノーマルでやっていきましょう。ゼノブレイド2開始。やっぱり速探機は買い替えた方がいいな。東に150もずれてるなんてありえないだろ。でどうじゃったお宝の具合は。見立て通りだったのかレックス。結構頑丈だったから補強の必要もそんなになかったし、手間賃を差し引いてもまあまあの儲けになるんじゃないかな。引き上げるものの構造計算には2日もかけるくせに損得感情だけは早いんじゃな。うるさいなじっちゃんは。俺は商売が得意なサルベージャーなんだよ。たくましいって褒めてくれてもいいじゃないか。うわっ、びっくりした。こいつの家だったのか。レックス心配ないって。
今日の昼飯決まり？いきなり飛び出てジャ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 ンか。これもワンでもそうでしたね。質量的にお前そのザリガニあの箱に入ってるのおかしいだろ。食べるんだな。さあ目の前に今日の昼飯が現れました。レックスがエネミーと戦うには武器を使わなくてはなりません。武器を構えることを抜刀と言います。ノートは R ボタンを押しながら P。 ターゲットが表示されたエネミーに近づくと自動的に攻撃を仕掛けます。早速抜刀して今日の昼飯を仕留めてみましょう。抜刀、よしやってやる。しっかり当てなきゃ。ああいきなりミスる。でノートをしてみたいな。右下のアイコンが点灯しました。このアイコンはアーツアイコンと言います。アーツアイコンが点灯したのはアーツが打てる。試しに X ボタンを押してアーツアンカーショットを打ってみましょう。そこ X ボタンだね。アンカーショットピ、回復ポットをドロップしました。いいね。あ、自動で回復した。レベル1のカムリシュリブっていう敵らしいんですけど手強い。3撃目、あ、もういける、もういける、もういける。確かに2撃目3撃目の方が重いね。攻撃がコインが出てきたんだが。第1話出会い。見渡す限りの城、天空にそびえ立つ世界樹を中心に広がる雲の海、それが俺たちの暮らす世界アルストだ。この世界ができる遥かな昔、人は世界樹の上に住む創生の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷。人はそこを楽園と呼んでいた。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。よう、七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。オッケー。まただ。最近多いよね。うん、増えたな。人は誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そうか。なあじいちゃん、岩崎村もいつかはあんな風になるのかな。今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃろ。じっちゃんも。それがわしらアルスの定めじゃからな。抗ったところでせんかたない。人が住める場所
どんどんなくなってる。うん、じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。さあな、伝承ではそうなっとるが、わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あるのかな、楽園。アルストを作った神様が住むっていう。世界樹の上に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら、皆安泰じゃの。争いもせんで済む。あるといいな。そしたら村のみんなもこの世界を見て、神は何を思うんだろうか。よし、仕事に戻ろう。今日の成果は十分だな。じいちゃん、人を呼ぎ、アバリティア商会に向かってや。今から監禁か。わしゃもう寝る時間なんじゃがの。わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。まったく、アルス使いの荒いやつじゃ。アバリティア商会。よう、レックスじゃないか。救急はどうだい。悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ。荷上げは商談が成立してからでいいからさ、しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。うわ、おい、前金だってのに。また俺がどやされるじゃないか。わしゃ財布は持っとらん。だろうね。すごい、あんなに大きいのにアルス船じゃないぞ。さて、いよいよ冒険の始まりです。新しいシステムが使えるようになった時はタイミングごとにシステムの説明をいたします。誰優しい。この後画面の真ん中にゴルトムント機関の港と表示されます。これはランドマークを発見したことを表しています。発見したランドマークへはスキップトラブルでいつでも戻れますよ。残念ながらバトルで負けてしまった時にも最後に通ったランドマークへと戻されることになります。アルストはたくさんのランドマークがありますので、いろんなところへ、なんか頭大きい。押してみようよ。ゴルドムントの帰還の港、これでランドマーク出た。これゼノブレイドはさ、一歩一歩が大きいの。爽快じゃない。ももちゃん、力じゃないんだもんね。いらっしゃい。もなるほどね。セイテル、宇宙人みたいな人。調子はどう。ヨーレックス、このノーポン。あ、そうだよ、ももちゃんノポン族だもんな。中央交易所はゴルトムントの中、船内に入ってすぐだって言われてるの分かってくれないんだよ。おまけに3階にある宿やレムレイムまで案内しろとか言いやがる。俺はサルベージャーなのに案内役とでも思ってるんじゃないのか。サルベージするようななりだもんな、そう思えば。押し込んでマップを中央に出したり拡大したり消したりすることができます。ああ、着いた。早い。これね、すごい絨毯。そんだけ。無理言わないで。もこれでも上乗せしてあげてるもん。
軍需物資なら割増ししてあげるんだけども、休戦してたスペルビアとインビリアは今じゃ海戦準備の真っ最中だから、いくらあっても足りないもん。どうだもん、そっちの方やる気ないかも。前も言っただろ、そういうのはパス。はあ、あんたくらいの腕があったらずんとか儲かるのにも。もったいなも、もったいなも。でどうするも。いいよ、それで200は今、残りはいつもので。わかったも、送り先は矢崎村のコルレルさんでよかったかも。うん。にしてもその年で田舎に仕送りなんて涙ちょちょ切れるもん。うちのバカ息子にも見習ってほしいもん。じっちゃんのおかげで家賃いらないからね。じゃあ頼んだよ。あいも、お任せも。200ゴールド手に入れた。オッケー。アバリティア商会を散策しよう。いいよ、いくらでも散策しよう。SP 来た？レックス、プニーさん久しぶり。相変わらず息がいいじゃなかった。威勢がいいも。まあね。で、何の用？新しい仕事？まあそんなとこだも。ところでレックス、お前確かリベラリタス島諸軍の矢崎村出身だったも。ああ、そうだけど、それが何か？すぐに会長室へ行ってほしいも。え、なんで？バーン会長がお前のことをお呼びだも。会長が俺を？お呼び立てされたってなるときドキッとするんだよな。一つ再生さ、ごめんなさいね。いいよ、カメラの扱い方です。カメラにマニュアルカメラとオートカメラ、R を上下左右に操作することによってカメラを見たい方が、まあそれな、マニュアルカメラで R を押し込むとカメラはレックスの背後に回り込み、そのままレックスの後を追いかけます。これオートカメラ。この紹介ももちゃんの方が多いな。絶対そうだよな、うますぎるもん。今寄り道している場合ではないらしい。こっちでいいのかな。多分上でしょう、バーン会長。もっと上かな。あ、いや、じゃあ、こっちじゃねえか。はぁ、いる。よく来てくれたも。アバリティア商会会長のバーンだも。はじめまして。プニンから随分と腕の立つサルベージャーだと聞いてるも。それを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだも。会長自ら俺に仕事の依頼を。報酬は10万ゴールドだも。10万？聞いて驚いたも。ちなみにそれは手付金も。成功報酬はさらに10万プラスだも。合わせて20万。マジですか？やります。このレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきます。よろしくお願いします。お前、依頼の内容は聞かなくていいも。ああ、そうだった。で、どんな仕事なんですか？本当に大丈夫かも？もちろん大丈夫です。まあいいも、話は直接聞けも。入れるも。はい。ドライバー、それにブレイド、すげえ、初めて見る。依頼内容はある物資の引き上げだ。最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいる。へえ、それは腕が鳴るね。
ベテランのチームを紹介するって言ったけど、リベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったも、それで白羽の矢が立ったのがお前なんだも。へへへ、悪い気はしないな。子供のサルベージャー？シン、今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ？なんだよ、見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろ。私はこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいってなんだよ。レックス様でしたな。こたびはお嬢様が大変失礼なこと、何卒ご容赦を。ビャッカ、あんたまた余計な口出しを。よせよニア。まあ気持ちはわからんでもない、そして確かめるのもたやすい。いきなり何するんだ。なるほど。メッツ、子供相手に何やってんだよ。この小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ。私はそんなこと言ってないよ。言わずとも思っていたろ。で、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツどこで覚えた？ちっちゃんに教わったんだよ。小さい頃から遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない、度胸もまあまあだ。ま、しっかり働いてくれ。もうもう、なんともやかましい連中だも。手付金もこれで必要な装備を買い揃えてから右舷の桟橋に行けも、そこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるも。わかりました。さてと、準備をしないといけないんだけど、まずはじっちゃんに報告しなきゃな。勝手に別の船に乗って行ってしばらく帰ってこないとなると後で怒鳴られるだろうからな。階段を降りてゴルトムント機関の港に戻ろう。だいたい噛むと思う。このゼノブレイド2で出てくる単語は。手付金10万ゴールド手に入れた。10万ゴールドっていうのがさ、あの僕たちの世界でいう100万円ぐらいの価値なんじゃないかって今なんか考えてみたりするんだけど、だってさっきのさ、なんか換金200ゴールドとかでしたでしょ。200ゴールドがじゃあ200円みたいな換算するとさ、さすがにと思わない？だからそれを10倍ぐらいして2000、まあ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 って感じ。とりあえずじっちゃんに報告しましょう。眩しい。いいね。こっちじゃない？あれ、どこだろう。マップ見なさい。こっち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 。変わらないな。というわけだからさ、行ってくれよ。2、3日で帰ってくるから心配しないで。というわけだからさ、じゃないわい。そんなわけのわからん仕事を引き受けおって、依頼主の素性もわからんのじゃろ。会長直々の仕事だよ。大丈夫だって。じゃあ行ってくれ。じっちゃんはここでのんびりしててよ。おい、待つんじゃ、レックス。レックス。セーブアイコンかわいい。